今日の試合を振り返ってください。はい、まあ、立ち上がりなかなかゴールに向かうシーンは作れなかったんですけど、まあ、動かす中でチャンスを作れたのが良かったと思います。結果的にも勝てたのが良かったです。今年初の、リーグ戦ハットトリックということで、まあ、得点王独走ですが、3年連続に向けて意気込みをお願いします。はい、まあ、得点王もありますけど、まあ、あと4節しっかり、まあ、点取ってそれでチームの勝利に貢献できればいいと思います。はい、まあ、今日アイナック引き分けということで、まあ、勝ち点差が広がって、はい、まあ、このままいけば直接対決で優勝を迎えられると思うんですが、まず、来週、今週の土曜日ですね、マイナビ戦に向けて皆さんへメッセージをお願いします。はい、いつも応援ありがとうございます。中4日での試合になりますけど、自分たちはしっかりいい準備していい試合したいと思いますので、アウェーになりますけどぜひ応援よろしくお願いします。